応援ジェームス・ハートは、カナダ・アルバータ州カルガリー出身のプロレスラー。プロレスの名門ハートファミリーの出身で、父はスチュハート。12人兄弟の末っ子で、兄にブレッドハートなどがいる。大学を中退後、1986年5月24日にプロレスラーとしてデビュー。二年後には新日本プロレスに参戦。山田慶一や長谷広らと名勝負を繰り広げ、 IWGP ジュニアヘビー級王座も獲得している。1988年に WWF と契約。ブルーブレーザーという鳥をモチーフとしたスーパーヒーローのギミックを与えられ、マスクマンに噴しての登場であった。同年のレッスルマニア登場以降、一旦 WWF を離脱。各地のインディー団体を主戦場とした。1991年に WWF と再契約。素顔の応援ハートとして WWF に登場するようになる。以降、1990年代全般にわたって、WWF に定着し、ココビーウェアとのタッグチーム、ハイエナジー、兄たちと共に、ハート4兄弟としてのサバイバーシリーズへの登場。ヒール転向後の兄ブレットとの構想。また、技系のジムナイドハートや、 デイビー・ボーイ・スミストのタックなどで活躍。ハルク・ホーガンの離脱など WWF の有力レスラーが次々と WCW に引き抜かれ、WWF が倒産寸前まで追い込まれた時期は、ブレッドやショーン・マイケルズらと共に団体を支えた。また、ハート・ファウンデーションの一員であったが、モントリオール事件以降も WWF に残留した。1999年に入り、 WWF デビュー時のギミックである、ブルーブレーザーを復活させた。同年5月23日、ミズーリ州カンザスシティで開催された PPV、オーバージエッジにおいて、天井から吊るされての入場中に、ワイヤーが外れて転落、リング外に叩きつけられた。この事故により同日死去したが、事実上の即死であった。事故の翌日に放映された RAW は、 応援を追悼する内容となり、多くのレスラーが上位を示した。また兄のブレッドは、ビンスマクマホンを攻め、事故後も PPV 収録を継続したことに対しての批判も集まった。ありがとうございます。